今日は仕事を早めに上げてスモールワールドに行きたいと思います。仕事が暇なんで早めに帰って大丈夫なんで。いやー、今日は本当あったかいな。本当こう今日も散歩日和ですよね。仕事抜け出してきて散歩をしてるっていうのもどうなのかと思いますが、いや散歩じゃない、これはお弁当を買いに来ただけです。さあ今日もやってきましたスモールワールズ。今日はどんな格好でフィギュアを作りましょう。とりあえず 3D データを取りに行きたいと思います。やっぱ俺にはワイヤレスマイクが合ってるかもしれない。やっぱりあれかな、今日はカメラを自撮りの方向で持ってった方がいいのかな。どうしようかな。なんか奥さんはどんな格好で撮ろうか悩んでおります。どんな格好で撮るんですか。普通に座って撮ろうかな。これ何かと思ったらルンバの上に乗ってる。このかぼちゃごと動いていくのかな。ちょっとこのルンバ動いてるの見てみたいな。なんか眠たくなってきてしまいました。今日奥さんは椅子に座った状態のを作るらしいです。うまくいくんですかね。なんかフチ子さんみたいな感じのやつを作ろうとしてるらしいです。少々お待ちください。はい、撮影 OK でございます。スモールワールドもね、なんか来すぎててだんだん撮るところがなくなってきたような気がするな。何か新しいものを探さなくては。こうね、自分でこういうのも作ってみたいんだけど、奥さんは一生懸命作ってるみたいなんですけどね。なんかこのカメラで撮ると夜も昼間みたいに映ってしまいますね。そこはちょっと考えもんなのかな。なんかいつの間にか人のフィギュアを持ってきてる。ここはね、なんか所々かがい味があって自分を撮影するのにちょうどいいかな。いやいや、ほんとこのカメラで撮ると暗いところが全部明るくなってしまう。毎度毎度スモールワールドに来たら2階のレストランで奥さんが何かを食べて帰る。果たして今日撮ったこの動画 Vlog になるのかな。ちょっとなんか内容があんまりなさすぎて短すぎるような気もするし、悩みますね。まあこれからまだ撮り高を撮っていけばいいのかもしれないけど、さてさてどうしよう。まあいいや、とりあえずなるべく頑張って Vlog にしたいと思います。奥さんは今日もなんかドラフトコーヒーなるものを飲んでいます。なんか不思議だな。私はいつもここに来たらポテトだけ、帰りにね、なんかを食べて帰ろうかなとかちょっと考えております。そして奥さんはまたまた自分のフィギュアを出して、まあ一応動画に撮っといてあげます。なんか奥さんが変なもん頼んでる。なんか自分のフィギュアを向こうに立てて写真撮ってます。なんかね、カメ iPhone が広角じゃないから必死ですよね、奥さん。奥さんがね、なんかケーキが可愛くて食べられないわとか言いながら思いっきりフォークを刺して食べてる。ああ食っちゃったよ。ああ昨日あんなに一生懸命歩いたのに食っちゃったよ。今日帰ってから散歩だな。とりあえず 3D データを撮ってもらったので帰りたいと思います。いや
ポテトだけでお腹いっぱいだぞ。さあ、湾岸どうなんでしょう。混んでるのかな。まあゆっくり安全運転で帰りたいと思います。まだまだちょっと取れ高が足りないかな。スモールワールズもちょっと来すぎてだんだん見るとこがなくなってきましたね。なんかただ単に 3D データを作りに来てるだけのような気がします。とりあえず地元まで帰ってきました。ちょっとね、お腹が空いたので一旦家に帰って、それから歩いてラーメンを食べに行きたいと思います。まあ多分そこまで動画に撮りたいと思います。いやー腹減ったわ。ああここはね、近所のラーメンショップです。ここでラーメンを食べて帰りたいと思います。ラーメンショップ飲んでるよ。ネギラーメンやってきました。美味しそう。ではいただきたいと思います。いやー食った食った。さてと、はあ、食った食った。あとは帰って動画を編集するだけです。今日のだるいもん Vlog はこんな感じで終了したいと思います。お疲れ様でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。